車は県道330号線を沖縄市方面から宜野湾市普天間方面へ進行してます。はい、こんにちは。今回は中華ラーメン食べたいなと思ってそこへ向かってます。場所は手打ちラーメン金沢、宜野湾市の岳3丁目2の1。詳細は概要欄にて。普天間交差点を左折します。今日向かっている中華屋さんは、ここの通りの飲食店やお弁当屋さんを探索中に見つけた中華屋さんですね。信号右側に三角食堂ありましたが、都市開発で取り壊しになってました。またどこかで食堂やるのでしょうかね。右側に銀行、見えたら信号を左折。目的地は近いです。目的地は左側。それでは、行ってみよう。今日はどんな美味しいに出会えるか、楽しみです。チャンネル登録いただければ嬉しいです。いいですか？はい。こっちだっていいですか？味噌ラーメン550円。醤油コーンラーメン650円。チャーハン550円。餃子300円。だし熱々ではないですね。麺は短めで太さがバラバラで、手作り感が出てますね。優しい味付けで美味しいですね。チャーハンあっさりでいいですね。餃子ニラが効いていて美味しいです。ニラじゃなくて食べ頃の厚さなので一気にいけました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいくらですか？はい、2250円いただきます。はい、2000円と500円。ごちそうさん。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。